ミャンマーは7地方域、7州、1連邦領から構成される。州や地方域などは県に分割される。カヤインは軍区に分割される。軍区の中に町、商区や村が位置する。村は集落が集まった区画である。また、シャン州、ザガイン地方域には自治区、または自治管区が所属し、合わせて5自治区、1自治管区がある。 人口はすべて2014年国勢調査時点。2001年12月31日時点での行政区画の数。ミャンマーの州、地方域、連邦領とその州と主府熱秘道の位置。連邦領はミャンマーの連邦直轄地域である。州、地方域と並ぶ行政区分である。ミャンマーの自治区、自治管区。ミャンマーの自治区、自治管区は ミャンマー憲法によって政府から自治権を得た民族による自治地域のことである。自治区、自治管区は州、地方域に所属し、県と同じ位置にある。自治区、自治管区の元に軍区がある。1900年にミャンマーはイギリス領インド帝国の州としてゲビルマとウェービルマの二つの行政区画に分割された。ゲビルマの主婦はラングーン、ウェビルマの主婦はマンダレーであった。 ゲビルマは、アラカン、イラワジ、ペグー、テナセリムの4つに分割されていた。ウエビルマは、メッティーラ、民部、ザガイン、北連邦シャン州、南連邦シャン州、和の6つに分割されていた。1922年10月10日、ボーレイク、コントラワリ、カイボグヨのカレニー州は、連邦シャン州の一部になった。1940年に、民部ン区は、 マグウェに改名した。メイティーラがマンダレイ管区の一部となった。独立して1948年1月4日に陳給料はアラガン管区から陳州として分離した。そしてマンダレイ管区のミッチーナ・バモーチクがカチン州となった。テナセリム管区のアムハースとサトン・トーンウォーチクがカレン州となった。カレニー州は連邦シャン州から分離した。 連邦シャン州と和州は合併してシャン州となった。1952年、カレニー州はカヤー州に改名。1964年ラングン管区ンがペグー管区から分離。さらに、カレン州はコアスリー州に改名された。1974年、ネウィンの政権後、チン管区ンは州に改名し、主婦もファラムから発火に移った。 コアズリー州は再びカレン州に改名された。モン州がテナセリム州から分離した。モン州の主婦はモールメイン。テナセリム州の主婦はタボーイになった。さらにラカインン区が州となった。2008年、新憲法により行政区分名称が一部変更。さらに5自治地域、1自治カン区が設けられた。2011年1月の新憲法発行後、それまで、 行政区分名称として使われていた管区に代わって地方域が用いられるようになった。ありがとうございます。